話題のドラマ東京タラレバ娘をご覧になっている方も多いことでしょう。主人公の凛子とその親友の香織、小雪はちょくちょく集まって女子会を催しています。そしてあの時ああだったら、もっとこうしていればなど、タラレバを言って盛り上がる日々。そんな3人は年下のイケメン男性にタラレバ女と言われてしまいます。タラレバ女とは、高い理想を掲げて夢物語をするばかりで根拠のある行動を取ろうとしない女性のことです。ドラマほどでなくとも、誰だってあの時ああだったら、もっとこうしていればと考え、それに至ってない、現実に落ち込んでしまったなんてことはあるんじゃないでしょうか。思うようにならない現実、理想とのギャップ、せめて夢だけは好き勝手に思い描きたいですよね。とはいえ、タラレバを言うだけで何もしていないのは良い状態とは言えません。今回はタラレバ娘な人々に向け、現状を打破するためには何が必要なのか、自己実現の心理学を解説しようと思います。落ち込んでしまうのは、現在をゴールと捉えて過去を見つめ返しているからなんですね。今というゴールと思い描いていた理想的なゴール、この違いがクローズアップされて、不安、落ち込み、自信喪失が生まれるのです。しかし現在はゴールではなく過程に過ぎません。つまり途中経過の段階で、今までのやり方では問題が生じている、それが分かったと言うだけなんです。山の頂上に向かうのに A のルートでは進めないことが判明しました。ではどうすればいいかというと、違うルートを探して頂上を目指す、一旦戻って登るべき山そのものを変えるなどの選択をすることになるでしょう。自己実現も同じで、今までとは違うやり方を考えて実行する、一旦今までの理想を捨て違う理想にシフトするといった方法で先に進むことが大事なのです。違う理想を掲げるのはなかなか難しいもの。大概の人は今ある理想に進むための工程を見直すことになるでしょう。その際に必要なのはプロセスの細分化とコンピテンス、能力です。結婚したい、愛されたいという漠然とした願いだけでは、次に進むべき一歩は見えてきません。どうしたらいいか、何をしたらいいか、理にかなったプロセスを考える必要があります。無茶な計画を立てても意味がないので、自分ができる範囲で細かい計画を立てます。最初はハードルが高くないものにし、自分に無理を課さない、小さなハードルを超えていく中で実力がついてきたら、少し高いハードルに挑戦する。どのようなハードルを並べていくか、自分とじっくり相談しながら決めましょう。そして自己実現を支えるのはコンピテンス、つまり有能感です。こちらは自分が学んだこと、得たことを必要な時に効果的に発揮できると思えること。ハードルを超えられたという実績が増えれば、コンピテンスは向上されていきます。コンピテンスの向上は自信を生み出し、さらなる高みへとステップアップするための活力となるのです。タラレバ娘たちに送る自己実現の心理学、ご理解いただけましたでしょうか。今を悲観して嘆くのは、結局、
ただ楽をしているだけ。第三者や運命の力で自分の都合のいいように勝手に変わっていってくれるほど現実は甘くありません。何かを変えたいなら、たらればではなく、どうすべきか、何をすべきかを見つめましょう。視点を切り替え、自分を変えていく。勇気を持って行動すること。それが、理想を引き寄せることに、つながっていくのです。